はい、本日ですね、2022年最後、先月のジャパンメディアの売り上げを発表していきたいなというふうに思います。ということで、いよいよ今年最後でございます。皆さんね、もう毎月毎月聞いていただいて本当にありがとうございます。僕が作ったブランドで、もともと僕はね、アパレル関係とかっていうわけじゃなくて、ただただ服が好きな、おじさんがですね、服に徹底的にこだわって作っていくという、まあ、マニアみたいな話なんですけど、まあ、それをね、皆さん温かいお声いただいて応援していただいているということでね、本当にありがとうございます。まあ、これ毎月言ってますけども、ほんま毎月言ってても感謝表しきれんぐらいになってるんでね、本当にありがとうございます。ではですね、いつも通り、まずは売上から発表していきたいなと思います。ごたごた売らんこと言ってたらね、もうはよせって言われるから。はい、ということでね、こちら画面出てるかなと思います。ではですね、データ見ていきたいなと思います。ちなみに僕もね、ちゃんと見ておりません。だから何位とかは知らないんですけども、ジャパンメディア2022年の11月の売上をね、発表していきたいなと思います。ではいくらだったでしょうか。ズドン、まだ出ない。はい、ということで出ました。すごい、あの図が高くなってますよね。ここが一番高い。だから過去最高額が売り上げということで、金額945万850円ということでね、皆さんありがとうございます。もう少ししたら1000万円が見えてくるということで、これあの1年ちゃいますよ、1ヶ月の話ですからね。1ヶ月でこんだけ売り上げが立ってるということは、おそらくなんですけども、僕日本のオリジナルブランド出してる YouTuber の中でも非常にトップ層にいてると思いますよ。こんなに年間で考えると、今年はですね、6000万円ぐらいの売り上げがあったということで、しかもオンラインのみですよ。店舗なしでやらせてもらってるということで、これは僕がすごいんじゃなくてですね、僕が変態的な素材の知識、それを変態的に好きな人がいてるというね、あのお互いつながった思いがあるんですよ。でそういうことでね、皆さんにこう購入していただいてるということになっておりますので、ほんまに今まで何千人とかっていう方に買っていただいてるんですけども、本当ありがたいなと思います。ではですね、次は、売上ではなくてですね、売上の順位、今年10位以内目指したいと、日本全国1万4000ショップあるうちの10位以内目指したいって言って、いくらになったのかっていうのを見ていただきましょう。それではですね、こちらです。ゾン、残念、56位ということで、今年はですね、10位以内っていうのは実は残念ながら、到達できませんでした。まあだからね、不下有言実行とはならずということでね、まあ僕の中では一生懸命いろんな服も作っていたし、皆さんに喜んでもらえるような、ちょっとでも妥協せえへんように、まあこの後レビューでもお伝えするんですけどもね、皆さんがこう満足していただけるような、ものづくりっていうのをちょっと徹底したつもりではいてたんですけども、まあ僕の力及ばず10位以内はいけませんでした。ちなみに今年で一番良かったのが2022年の6月、の25位というのが最高の、順位やったんですけども、まあ10位はね、引き続き、トップ10入りっていうのはね、来年以降も目指していきたいなと思います。でまあこれまあ毎回言ってるんですけども、それができるってことは、それだけ皆さんに喜んでいただいてるから、また買ってみようかなとかね、あまた他の興味あるなって思っていただけるんだけども、1回買っていただいて中途半端なものやったら、二度と買わんとこってなるじゃないですか。で僕はよく動画でもね、いろんなブランドの素材とか機能性って喋ってるのに、自分の服のブランドの機能性なかったら何の話やねんってなってくるじゃないですか。とか素材がこだわってへんかったら、お前口だけやないかいっていう話になると思うので、まあ、そういうところをね、今後も突き詰めていきたいなと思います。ではですね、皆さんからいただいたレビューからいきたいなと思います。まずはですね、よくネックレスいただくんやけど、今回ゴールドのネックレスです。実はこの方シルバーのネックレスも購入してて、ゴールド気になったんですけども、値段的にも高価でなかなか購入に至りませんでしたと、一生ものとして身につけたいのというのと、日本の企業さんへの少しでも貢献と思い購入しましたということでね、ゴールドに関しては、まあ、以前からもお伝えするように、世界中の金って25メータープール1杯分しかないんですよね。だからそれは昔からそれだけしかないので、もう数グラムでもね、高いんですよ。だからまあそういったところでは、まあ資産性があるとかね、売れるっていうか、あのデザインはね、例えばもう必要ないなとかって思ったりして、もう金としてまた売れたりとかするっていうところもね、あったりするんかなと思います。僕もよく普段使ってるのは結構ゴールドの45を使うことが多いですか、まあシルバーの45か、どっちにしても僕は50は使わないですけど、45ですね。で次、このマウンテンデニムパーカーですね。これに関しては、商品届きましたということでね、予想通り大満足の出来に感激しております。170cm62kg で M サイズで購入しましたということで、新品開封時はガボガボ感でサイズ交換しようと迷いましたが、自宅でワンウォッシュすると生地が詰まって全体的に2センチほど縮んでね、いいサイズ感になりましたということなんで、ほんまにね、これできたままの状態でお届けしてるので、この後皆さんで作っていってください。あなたで作ってください。だから着用していったり、あと洗っていったりして、自分だけのね、色味とか自分だけの質感っていうのをね、楽しんでいただきたいなと思いますので、あのこの方まさにやっていただいてるけど、ぬるま湯に入れたりとかしながらね、やってください。では次の方、同じくデニムですね。もともと気にはなってたんですけど、タクゾさんのいずれ失われていく文化を先延ばしにすることしかできないという言葉に感銘を受けて買ってしまいました。しまいましたって悪いみたい。岡山のデニムということで、勝手には愛という言葉を連想させる色合いだと感じていますということで、生地はとても頑丈な感じで、
短い刃物で襲われても大丈夫そうですと。めちゃくちゃ硬いんですけどね、めちゃくちゃ硬いんですけども、さすがに刃物は、残念ながら突き刺されると思いますけど、皆さん気をつけてくださいということでね。で次がねデニムポーチですね。実はこのデニム生地を採用してちょっとマウンテンパーカーはあれかなっていうことで、ちっちゃいねこういうデニムのポーチとかっていうのも実は作らせていただいてたんですよ。でこれはねあの予約特典で購入者の方にっていうことで皆さんにお渡しした後、少しね余りができたんで、その余りでね作ったんですけども、こちらのレビューはね、デニムパーカーはちょっとこれは高くて、もうこれ8万とかしますから高くて買えへんけど気分だけ味わいたいなと思ってね、このデニムのポーチこれは4000円なんでね、これ購入しましたと。タバコ吸う人はタバコケースとしても使えそうですねということで、私は小物入れとして使っておりますとかね。あとはネックレス、シルバーネックレスね、これね僕も今これつけてる、これはまあ45ですけどね、45で、この方すごいな、2月22日の発売時からずっとつけてますと、このレビューが11月29日にいただいてるので約9ヶ月間ずっとつけてくれてるみたいなんですけど、今までアクセサリーつけるときはこう大体トップのついてるやつ、例えばここにこうクロスがついてたり十字架がついてたりとか、なんかこうついて星がついてたりするじゃないですか。そういうのをよくつけてたんやけども、まあ30代っていうこともあるし、デザイン的にもね落ち着いたやつがいいなっていうことでね、購入させていただいたということになってます。でねそうなんですよ、これ初期の方ってね根元のとこの金具をねこうひっつけてないやつもあったんですよ。っていうのもなんでかっていうと、こう引っ張られたというか、ね、危ないなと思ってね、あえてロー付けしてなかったやつもあったりしたんですけども、結構ロー付けしてる方が嬉しいっていうお声が多かったんで変えたんですよね。だから僕よくあの皆さんのお声聞いてパンと変えるんやけども、これも最初はまあロー付けしてへん方が危なくなくて、こう外れた方がねあのいいんかなと思ってたんやけど、まあよく外れやすいっていうお声あったから、そうやったらもうロー付けしちゃおうということで、ロー付けしてからはね、まあ、外れたりするっていうのはよっぽど強く引っ張らん限りは大丈夫なんですけど、まあそういった対応もさせていただいたと。であとはブレスレットですね。ブレスレット、実物のかっこよさ、つけ心地の良さとかって書いていただいてますけども、対応の丁寧さ全部含めて大満足でしたということでね、ありがたいなと思いますが、僕ねこればっかりじゃないんですよ。っていうのも一回僕が発送したやつでね、ものすごい、先月クレームいただいたやつがあって、ちょっとこれレビューには今回なかったんやけども、まあ、何かっていうとね、佐川の伝票の住所あるじゃないですか、そこにね部屋番号が載ってなかったんですよね。で僕部屋番号載ってんで気づかんとそのまま送っちゃって、お客さん怒りはってね、まあ、それは当然ですよね、部屋番号ないから佐川から出まくるじゃないですか。 お客さんの部屋番号何番ですか、いやそんなもう伝えてますけどって話やけどね、まあ、それで、まあ、ちゃんとやってくれというお声はいただいたんですけど、それはもうごもっともやと思います。だから僕のせいでそれはね申し訳ない思いさせたなということで、まあ、ここでねちょっと謝りをさせていただきたいなと思いましたんで、お客さんからいただいたお声っていうのはね真摯に受け止めて、それをまあ次改善していきたいなと思いますね。次はね、ないようにやっていきたいなと思います。すいませんでした。はい、ということで、まあ、次はねボディバッグとか、とかいうことで皆さんからお声いただいて、他にもあったりはしてたんですけども、ボディバッグ自体はね実は僕今ねこのブラウンというかキャメル使ってるんですよ。でこのツヤ感出てるの分かります？実は台の方を使っててね、どんな経年変化するんかなと思って、あこれいろんなもん入ってる、あ見せられるもん入ってるけど、まあ、財布とかね、まあ、いろいろ入ってたりするんですよ。で元のね新品時ってこういう感じなんですよ。だからもうもっとなんてやろうな、こうカチッとしてちょっと硬い感じなんだけど、使っていればこれぐらいね柔らかい感じになってきますので、キャメルの経年変化こんな感じかと。そしてブラックの場合はね、ブラックは新品はこんな感じのブラックなんですけども、まあ、これはもう僕が使った1年ぐらい使ったやつですよね。これぐらい、ブラックでもね結構経年変化するとか、まあやっぱ柔らかくなるっていう感じかな。でツヤが出てくるっていう感じになってるので、ガンガン使ってたらどんな感じなんねやろなと思ったらね、まあ柔らかくなってツヤが出てくると思っていただければ結構かなと思います。あと最後いきたいなと思います。パーカーですね、普段 L サイズ着用しますが M サイズ買ったらぴったりフィットでしたということで、肌が弱いので服の生地を気にしすぎて服を買ってるのですが、やはり生地いいっていうだけあって肌に優しく痒くなりませんと、お気に入りですということでね、薄黄色のカラーのパーカーが出たらまた購入したいですということで、今後のカラーに期待しますということなんですが、来年は来年でまた新色パーカー作りますのでね、楽しみにしておいていただければなと思います。今回ベージュは作ったんですけど、2023年はちょっと違う色みたいに作っていきたいなということで、まあ、皆さんからこういうレビューをいただきました。でですね、まあ、今回ねフリースとか一応いろいろこの黒パンとかね新作が出てくる感じなんですけど、黒パンに関してはねもうおそらく予約受付が開始してると思います。今回は1月末発送なんやけども、これ過ぎちゃうと次は2月とか3月とかになっていくので、まあ、この黒パンに関してはもう年中履けるような仕様にしてるんでね、まあ、そんなに時期は大丈夫かなと思うんですけど、フリースに関しては申し訳ないです。もう再販とりあえず一旦は作らへんということで、来年2023年の秋冬にもう一回作りますので、その時はね新しい色も入れようかなと思ってます。まあ僕これ今ブラック今着てますけど、ブラックだけじゃなくてね、こういった今年はブラウンっていう2色展開でやって
ったんですけども、もう一個ね、ちょっと色味変えて作ってみようかなと思って、三色展開にしてみようかななんていうふうに思ってるので、また楽しみにしておいてほしいっていうのと、実は先月ね、なんかクーポンで撮ったでしょ。でそのクーポンっていうのはね、ちょっと画面見せますね。まあ、こんな感じで商品ページがあって、例えばじゃあネックレス買いましょうって、ネックレス買うとするじゃないですか。ビューって行って、でサイズ何センチがいいですか、あショートの45がいいな、45カートに入れるってやるじゃないですか。そしたらこんな感じでね、下の方クーポンコードって書いてあるんですよ。でここにクーポンコードがもしあればですよ、入れてもらったらいいかなと思います。今の段階ではクーポンコード知らないんですよ。これベースが勝手に出してるやつだから、急に来るんですよね。だから今は分からないんですけど、おそらく動画説明欄に貼ってると思うので、そのクーポンコードをここにポンって同じ文字入れてもらったら 10% 引きとか 20% 引きとかになりますので、だいたい年末しかやってません。これはね、年末だけなんかよくやってるんですけど、まあ、これは使えるタイミングであればね、使っていただきたいなと思いますし、一応あと1万5000円以上やったらね、送料も無料になってるので、例えばあと1万8000円以上で送料が無料になりますって書いてあるから、下の方からね、一番下のとこ行ってショップに戻るっていうこういうボタンを押したら、追加で例えばデニムのポーチ4400円からちょうどそれ買ってみたら送料無料になるかなって言って、こうやってカートに入れるってやってあげれば、これで無事2点買うと、そうですね、送料が無料になってますので、こんな感じで見ていただければなというふうに思います。でね、僕はね、基本的にはセールしないですよっていう話してて、毎年同じ定番のものをずっと出し続けて、セールしちゃうとやっぱり取引先の業者さんに金額を抑えてもらうのは無理なんですよ。だから基本的に僕はしないんですけど、今回のこういうセールはベースっていう、まあ、ショップの運営側がやってくれてるセールになりますので、まあ、こういう機会にね、お得にチェックしてもらえたらなということで思っております。ということがですね、2022年の11月の売り上げということになっておりました。まあ、本当に右往左往しながらね、分からんことだらけです。毎日分からんことやし、毎日分からんことを作りながらね、あシャツ作ってみたい、ジャケット作ってみたい、フリース作ってみたいって、やったことないけども、とにかくトライしていくんやと、もう失敗だらけなんですけども、まあ、それね、皆さんから背中を押してもらってね、こうやって続けてるというのがありますので、またね、今年もそうでしたけども、来年もね、頑張っていきたいなということで、本日はですね、売上発表をしてみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。